日常演舞の食うたにようこそ。さて本日の演舞はこちら。ではごゆっくりお楽しみください。ボスのフルクラフトボスフルーツティーを飲みたいと思います。クラフトボスだ。時折紅茶も出るようになりましたが、今回フルーツティーなんです。どんな感じなんだろう。ちょっといろんなフルーツが入ってたら想像できないのですが、では百聞は一味にしかずと一因にしかずということで飲んでみます。チャンネル登録よろしくお願いします。今回のあなた方の場合、誰がというより皆さんがボス。いや、それだと誰の指示を聞いているのかわからなくなるか。フルーツが入ってるなっていうのは味でわかるんですけど、どのフルーツが特に強いというのはなかったですね。いい意味で、いい言い方をすればうまく融和されている。悪く言うとなんか似たり寄ったりというような、そんな感じになっています。なのでこの中でどれか一つ主張してるっていうわけではないので、全体の融和を楽しみたい方向けのフルーツティーと言えると思います。反対にどれか一つを楽しみたいという方は、そのティーを発売してくれるのをお願いした方がいいかもしれません。というわけでこれはこちらの点数とさせていただきます。それでは初中見舞い人形送るや、この指と、いや指と人形送るってどういうこと。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演お楽しみいただけましたか。もしそうでしたらチャンネル登録コメント高評価よろしくお願いします。ではまた次回の演目でお会いしましょう。